こんにちは。本日は2021年の3月の26日です。高砂から出ている北総線、こちらが開業30周年を今月の31日で迎えることになりました。といっても北総鉄道の全線が開業したのが30周年というわけではありません。北総線の中でも第2キロ線の部分を持つ京成高砂から新鎌ヶ谷までのわずかな区間だけ開業させたのがこの第2キロ線、今回30周年となるような路線です。この、30周年を記念したヘッドマークが7300系北総鉄道のトップナンバー編成の前面に掲げられているため、今回はこの電車が運よく運用に入っていましたから、この電車に乗りながら30周年のお祝い乗車をしたいと思います。京成電鉄とは、京成の京成本線とはこの京成高砂を出るとお別れをします。横目に車両基地を眺めながら列車は高架線と入っていきます。ここから先新柴又や北国分などそういう北総線ならではのところを走りながら列車は新鎌ヶ谷方面へと進んでいくわけです。この北総線はもともと成田アクセス線ということで、皆さんもご存知かもしれませんが、成田空港とアクセスするために開通された路線、その一部の部分を北総鉄道と呼んでいるわけです。途中千葉ニュータウン方面の地方をですね、受け持つ会社千葉ニュータウン鉄道、成田国際空港周辺の京成電鉄の線路、つまり成田アクセス線の線路を受け持つのは成田空港空港鉄道株式会社が持っていて、全然違う会社が持っているわけです。北総鉄道も京成高砂から多分どこですかね、八尋とか聞いたことがありますが、その辺のどこかしらで千葉ニュータウン鉄道に会社が切り替わってるはずです。運行など設備など運行や、列車の運用などを受け持つのは全て京成電鉄が担当しており、千葉ニュータウン鉄道、北総鉄道、また成田空港、高速鉄道だったかな、その3つは京成の子会社としても知られています、京成グループの一環として皆さんよく見ておいておけばいいでしょう。列車は北、新柴又を出発すると江戸川を渡り千葉県に入ります。この電車は何回も言っている通り成田空港のですねアクセスのために運行されている列車である路線でありますから、かなり高速に特化したような路線に作られています。なのであまり踏切等はなく、全てが高架化また地下区間を走っているわけです。この駅は多分どこですかね、分かりませんが多分字幕で出ていると思いますが、その駅は多分矢切かもしれません、矢切だと思いますが、その矢切を出発してもこのカーブの区間やこういう直線の区間は相変わらず、矢切はなんと地下に設置されているんですかね。東西線も皆さんご存知だと思いますが、その東西線は千葉県を走る区間はほとんど地上区間を走っています。多分地上区間しか走ってないと思いますが、それなのにもかかわらずこの逆側に走っているこの北総鉄道は地下区間を走っている、なんだか逆転現象が起きているんですね。地下鉄東西線は地下鉄というふうに名前がついておきながら本当に地上区間を走っていますから、本当に真逆というかね、そういうことを見ているだけで笑っちゃいます。列車や矢切の一つお隣の駅北国分駅を出発しました。そうすると列車は一旦高架に出ます。だいたい地下区間を建設するよりも高架をした方が建設費を安く抑えられるから、多分土地とかの買収の計画がうまく成り立っているところとかはほとんど高架区間で設計されているはずです。この北総鉄道は言うまでもなく日本一高い鉄道としても知られています。初乗り運賃は210円、普通では考えられないような運賃です。ですがそうではないと建設費用の、その借金とかを返せないから、しぶしぶ京成電鉄とかもそういう運賃に値上げをしたような状態で運行を保っていかないと、多分この路線は少なくとも赤字に追い込まれ、言うまでもなくすぐに倒産してしまうかもしれません。
コロナとかもいろいろ重なっていますから、あまり経営状況とかはふさわしくなく、多分マイナスの部分の方が裏目に出ているのかもしれません。ですけど、こういうふうにたくさんのお客さんがこの夜の時間帯、また朝ラッシュにも利用されている、今では絶対に生活では欠かせないような路線に成長しているわけです。昔は1991年の開業時の話をちょくちょく私も聞いたことがありますが、その時にはこの土田舎畑だらけのところに高架線が作られて、わけもわからなく皆さんがこの電車はローカル電車なんだよと言っておきながら110キロや120キロで走っていた、よくもわからない路線だというふうに話が伝わってきたことがあります。まあ、それはそうですよね。この路線ができたからこそこの今がある住宅地が開発されているわけですし、武蔵野線だって昔は貨物線で運行していたわけですから、その時代の進化の流れというのがとても早かったのかなというふうに思います。この路線とかも普通に普通列車と言っておきながら110キロとか120キロでありえないスピードで走っていますからね。ここの路線とかは多分鉄道オタクとしては結構見応えがあるような路線ではないでしょうか。夜ということもあり、なかなか夜景が明るく照らされていて、全面展望を撮影している私でもいろいろ街明かりが目に飛び込んでくるものです。高架線というのはなかなかいいですよね。まるで新幹線に乗っているような感じ。まあでも新幹線の最高時速3分の1や、まあ、もしかしたら2分の1出すようなスカイライナーとかも走っていますから、まあ、そこまでなんか新幹線のリアル感が出ているわけではないですが、でもこういう風な路線に乗っているんだなという風に、普通の路線では考えられないような気持ちでこの路線に乗車することができるっていうのはなかなか珍しいような体験です。そんなことを言っているうちに、もう列車はそろそろ新鎌ヶ谷駅に到着になります。この路線とかも本当に貴重な路線ですからね。日本にはもう日本経済には欠かせないような路線に成長しているわけですから、北総鉄道も開業50周年や100周年に向けて頑張っていただきたいものです。また新鎌ヶ谷から先、皆さんにご紹介していくことには多分何周年かの記念とかの時にですね、まあ、それと合わせて路線の紹介とかさせていただこうと思いますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。列車はこの新鎌ヶ谷駅に到着。ここで30周年の記念は終わりです。30周年を迎えたのは、先ほども言った通り京成高砂からこの新鎌ヶ谷までのわずかな区間、それでも1991年にこのような高架線ができていたということがとてもすごいことだと今になって思います。皆さんもぜひ乗車してみてはいかがでしょうか。なかなか活気がいい走りで列車は去っていきました。